土あけびは森林内に生育する卵化植物である。卵化植物としても、不正植物としても、非常に草丈が高く、大きく赤い果実がつくことから人目を引く。日本固有種。別名は山尺上島。日本、韓国、琉球諸島、中国で見られるマイコヘテロ栄養種。あけびとは無関係。土あけびの実地上部には歯などはなく、地面から、 鮮やかな黄色の花形が伸び、高さは1メートルに達する。秋になると、花形の上部に果実がつき、熟すると、長さが10センチメートルにもなり、茎を含めて全体が真っ赤になる。まとまって発生することがよくある。和苗は、地面から生える、あけびのいであると考えられるが、果実は熟しても劣化せず、形状以外はさほどにない。果実には、 糖分が含まれ、人間にもかすかな甘みは感じられるが、タンニンが多量に含まれ、化学薬品のような強烈な異臭と苦味もあり、食用にはならない。民間では、土あけびと呼ばれ、競争、強制薬とされる。薬用種の材料に用いられるが、薬用効果についての正式な報告は、ほとんどない。採集すると、時間の経過とともに黒変する。種子は、 卵化としては、比較的大きく、肉眼で形状がわかる。光合成を行う葉を持たず、養分のすべてを共生菌に依存している。奈良竹と卵菌根を形成し、栄養的に寄生している。地下には、太い地下茎があって、長く横に這う。地下茎には、輪辺状の葉がついている。初夏に家茎を地上に伸ばす。茎は高さが50から1 0 0に達し、 全体が黄色、または濃いピンク色で、鱗片葉はほとんど見られない。あちこちに枝を出して、服装上果樹となり、枝の先端に花を咲かせる。花は3センチメートル近くになり、全体にクリーム色で肉厚である。果実は秋に成熟する。果実は楕円形、多肉質で熟するにつれて、重く垂れ下がり、多数のウインナーソーセージをぶら下げたような姿になる。 果実は肉質の液化である。その点でバニラなどと共通しており、これらはやや禁煙とも言われる。不正乱類は非常に生育環境が限定されるものが多いが、土やけびは森林内であれば比較的どこにでも出現し、杉やヒノキの人工林等でも見かけることがある。通常、乱化植物は誇り種子と呼ばれる非常に微小な種子を大量に風に乗せる。 種子散布を行っているが、2015年の京都大学の研究により、ヒヨドリなどの鳥による土アケビの種子散布が明らかになった。これは世界で初めての卵化植物における動物による種子散布の報告である。土アケビ属セルトナは、熱帯から温帯アジア、ニューギニア島に五種があり、いずれも不正植物。日本には、同族では、本種一種が分布する。 族のシノニムとして、ゴリーラがあり、日本では、土アケビの他にタカツルランエリスローキスアルティシマ、ブルーム、シノニム、ゴリーラアルティシマライクビー、フィル、が、薬島ナ南に知られる。本種は、鶴生で、高さは5メートルにも達する日本最大のランである。環境省レッドリストでは絶滅危害エールイである。山の神の尺状と呼ばれる他、キツネの尺状、山ガラシ。 山の神の釈状、山田原市、山産後がある。土焼け日日本のレッドデータハット、セルトナセプテントリオナリス、キュープランツ・ピープル・ポッシビリティーズ、ハットキューワールド、チェックリスト・オブ・セレクテッド・プラント・ファミリーズ、ハット・フローラ・オブ・チャイナ、V25P169、ジニックカ、シュエ・ホン・ローグ・オラン。 セルトナセプテントリオナリスハット、ウォーターガマスフルーツ、セットイン A、マイケヘターティロフィックオーキッドセルトナセプテントリオナリス、ケンジスエツグ、プラントシストマティックスエボリューション、マーチ2013、ボリューム299、イシュー3、ページーズ481から486、ドイ、10.1007、S00606 から012の0736、Z ハット、 日本の野生植物総本愛単子用植物1989年平凡社206ページ日本の野生植物総本愛単子用植物206ページ朝日新聞社館朝日百科世界の植物1982年発行第8巻1989ページにこの植物がバニラから進化した可能性を示唆する記述がある光合成をやめた植物土における 鳥による、種子散布動物に、種子散布を託す初めての卵化植物の発見マイナス。京都大学。http://www.kyotou.ac.jp/.ja/.re-search/.re-search results 2015. 15,。2015-155051HTML2018 年9月3日閲覧。南方。 方熊楠全集、第2巻168ページでは、この故障は、熊野の方言と記述される。村上、花時の二百287ページ。村上陽次郎、草木寺園1988年256ページでは、山の神の尺状に、山の神の尺、狐の尺状には、狐の尺と、振り仮名が振られている。ありがとうございます。